皆さんこんにちは、ピーちゃんだよ。なんとですね、ピーちゃんディズニーに行ってきました。もうたくさん言いたいことあるんですけど、もうなんかもうギュッて縮めて伝えたいことがあるのであれば、ね、いや普通に天気しね。いやマジでふざけんなよ。ディズニー楽しかったか楽しくなかったかって言うと、まあ楽しかったですよ。楽しかったですけど 100% の中で10% しか楽しくなかった。あんたの 90% は辛かった。死ねー、まあ、そんなことを、ね、動画にしてもとは思うけど、動画にする全部。なんかね、友達と本当にすごい楽しみにしてて、これね、2ヶ月前からこう結構予定立ててて、絶対12月はディズニー行こうねって言って、服どうするとかさ、どういうコーデにする、ディズニーのキャラクターのこういうコーデにしようねみたいなことわーってやって、で LINE で会議とか作ってこう話して、で友達とさ、なんか映え写真撮ろうみたいな、もうたくさん撮ろうねって言って、すごいおしゃれしたんです。もうこんな感じでおしゃれしたんですよね。でこの、30分後、これです。死ね。チュロス食べるじゃん。もう雨でビチョビチョだわ。もう全部ビチョビチョ。なんかダッフィーのさ、これ買ったの、寒すぎて。でこれ、いや見えねえよ。なんなんだよこれ。ベイマックスみたいになって友達歩いてたわ。あなたの原稿を守ります、あなたの原稿を守ります。死ねよ。でさ、 C に行ったんだけど、まあね、こう雨がビチョビチョだから、マーメイドのところでちょっと休憩しないみたいになって、マーメイドのところでね、友達と行ったんです。だからね、もうやっぱね、考えることはもうほんとみんな一緒です。一緒なんです。もう開いてね、みんな休憩してら。くさーだよねーとかなって、で寒い外のベンチでプルプル震えながらビチャビチャのポップコーン一緒に食べてて、ね、みんな言いにくそうな感じの雰囲気だったんです。ちょっと言いにくそうだから、ピーちゃんが先陣切って帰ろうって言ったら、友達が、友達が食い気味に、あっ帰りました。でもね、なんかもうね、一周回って忘れられないディズニーの思い出になりました。ね、友達もね、なんかごめんねって言ってきて、いやこれ友達のせいじゃないから、もう何もかも天気のせいだ。何なのかな、この、何なのか分かんないんだけど、ディズニーに絶対必ずいる人なのかな。転売屋買ってくらい同じもんめっちゃ買う人いない？ブワーっつって、なんだこれ、すごい量、同じのすごい量買う人いない？転売屋かよとか思っだけど、それ言っちゃダメなんだよね、ごめんなさい。あのね、気がついたんだ。ちぐはぐ。ちぐはー